お疲れ様です。いや吉谷さん、確かにその通りでね、そんなね、人のアンチをいちいちしている暇はないと思うんですよ。そんなね、身内を殺したわけでも恋人を奪ったわけでもない。ただ私が勝手に YouTube をね、あれこれやってるところに勝手に見に来て、勝手に思いを巡らして、でなんかコメント欄に書いてるみたいなね。もちろんね、共感することとかいいことはどんどん書けばいいと思うんですよ。でも人を不快にすることを書きたいんだったら、人のなんかね、フィールドに書くんじゃなくって、まあ自分の YouTube なりね、ブログなりでこんなやつがいるから気に入らないって書けばいいと思うんですけどもね。やっぱり気づいてほしいんでしょうね。コメント書いて書く、尖ったコメント書くってことは、私の感情を動かして気づいてほしいと思うんですよ。まあ気づいてないことはないんですけども、アンチの活動って本当ワンパターンで、ああこれね、今前もあったよこういうのみたいなね、なんかその変化球はないのかなと思いますよね。ちょっと賢いやつはね。それから根性もなくって、こっちがね、いっぱい動画を出す中で、本当100本出したら100本にアンチコメントがつくんだったらまだしも、100本出したらまあ10本ぐらいしかつかないわけですよ。まあそんなもんなんですよね。特に動画に対して思うことがないからコメント書かなかったっていうこともあると思いますけども、だから発想がないんですよね。発想の限界が、だからワンパターンになるんですよね。発想が伸びていかないんで、だからそういう意味で言うと、もうちょっと根性出してもらいたいなと思うけども、まあアンチコメント書く人の根性なんて知れてるんでね、痛くも痒くもないなと思いますね。だからある意味ファンなんでしょうね。気づいてほしいよみたいなね。よくね、街角にこうラッカーでシャーッとスプレーで落書きする人がいますけども、あんなもんなんじゃないですか。でお店の店主が「ああまたやられてるわ」みたいなね。あとは猫が糞していくようなもんなんですよ。家主がね、家の持ち主が庭に出たら「あまた猫がうんこしてるよ」みたいなんで片付けると、そうするとまた猫がやってきてね、いつの間にかうんこしてるみたいな「あまただよ」みたいな。でもその家主も犬のうんこがね、なくなると「あれ、なんか犬のうんこなくなったな」と、猫か、猫のうんこなくなったなと、あの猫死んじゃったのかな、どっか行っちゃったのかな、まあ掃除しなくてよくなったし、臭いのがなくなっていいんだけど、なんか寄ってもらえなくなったのか寂しいなみたいなね、そんな気持ちもするそうですよ。人の先入観っていうのはね、本当に勝手なもんですよね。アンジリメイクさんね、どこで何をしてんのか、もうあの根性はそこそこだったんですね、やっぱりね。まあ人のアンチしてるほど暇はないんで、いつか離れていくんですよ。まあそういうことじゃないですか。まあ学校のいじめとかね、まだ問題になってますけども、学校のいじめはね、人をいじめることを一生懸命だって、他になんか面白いことがないんでしょうね。まあ私なんてね、学校に行ったらね、可愛い女の子にちょっと目がいっちゃって、人をいじめるところじゃないですよ。もっと言ったら、人をいじめてたら可愛い女の子に告白できないじゃないですか、イメージ悪くなって。だから恋すると人はね、いい人になりたくなるんですよね。モテるためにいいやつになんなくちゃみたいなね。なんとも打算的なもんです。じゃあ行ってらっしゃい。